きょうは各地で気温が上がり山梨県の甲府や静岡県の川根本町など5地点で真夏日となり本州でもことし初めての真夏日を記録しました関東から西の広い範囲でことしに入ってからの最高気温を観測していて宮崎県の都城で29.6度岡山県の津山で29.5度と真夏日目前京都で29.2度 仙台で25.2度と午後4時現在全国341の地点で夏日を観測し今年一番の暑さとなりました本格的な暑さを前に環境省では昨日から暑さ指数を発表し熱中症予防を呼びかけています暑さ指数は気温に加え熱中症の大きな要因となる湿度や 複写熱と呼ばれる周囲の熱環境を取り入れた熱中症の危険度の指標です。日常生活についての基準は注意から危険までの4段階に分かれています。各地で今年一番の暑さを記録した今日、広島、島根、和歌山、静岡などの各地点で運動するときに定期的な休息が必要な警戒レベルまで達しました。 環境省ではこの時期、無理をせず徐々に体を暑さに慣らすよう呼びかけていて水分補給やこまめな休息などを推奨しています。